発売から24年プチシリーズの素晴らしさをもっと世に広めるために新会社を設立します。どんな会社なんですか？企業理念はこれです。プチはビッグに、ブルボンプチ、いろいろチャレンジします。プチシリーズをもっと若者に、そこで強力な助っ人です。ネオです。シャキーン、シャキーン。プチはビッグに、ブルボンプチ。プチアガール投稿してね。プチシリーズは今年で24周年、これを機により多くの方にプチを、ということで24周年パッケージ発売します。プチはビッグに、ブルボンプチ。スタンプもあげちゃう。吉田孝太郎さんです。よろしくお願いします。ネオさん入ります。お願いします。少しだけ。スタート。そこで強力な助っ人です。スタート。スタート。ネオです。シャキーン、シャキーン。ネオです。シャキーン、シャキーン。はーい。前回に引き続きまたやらせていただきましてありがとうございます。何パターンも、いろんなお芝居ができてすごく楽しかったです。やりがいがありました。ネオちゃんと共演できて、非常に幸せでございました。やだ、嬉しい。ありがとうございます。もう本当にちっちゃい時から食べたブルボンさん の、 あのプチシリーズの CM に参加できてすごく幸せっていうのもあるんですけど、すごいあの吉田さんに引っ張っていただいて、いいえ、何をおっしゃいますか。すごく楽しかったです。ありがとうございます。どういたしまして。私の推しキャラです。まず手軽に食べれる、うんうん、それで、ちっちゃいのに全部のシリーズがとっても美味しい。手軽に食べれて美味しいのでついつい食べ過ぎてしまう。それは、まあ、魅力ですよね。魅力です、うん、結構その友達とお菓子をシェアすることが多いんですけど、うんうん、やっぱこう一つの料理いっぱい入ってるっていうのがあったりとかするので、うん、シェアできたりとか一口パクって食べるところが魅力かなと。やっぱそうだよね。あと、あとパッケージが可愛いので、うん、あ、なるほどね。インスタ映えもできるっていう魅力があります、はいはい、確かに。そこで強力な助っ人です。スタート。レオです。シャキーン。デビューっていう実感がまだ全然なくて信じられないというか、歌が苦手意識がすごく多くてできるかなって不安だったんですけど、すごく皆さんに支えられて素敵な音源もできましたし、目標で言うとやっぱ皆さんの前でしっかり披露できることが今の目標かなと思います。続だ。この 3,4 年、乗馬にハマってまして、それで伊豆の乗馬クラブに通ってるんですけども、うん、そこで耐久レースを行っておりまして、うん、ぜひその耐久レースに今度チャレンジしてみたいなと。最近ダンスレッスンに通ってるんですけど、もともと12年ぐらいダンスやってるっていうのもあって。あ、すごいね。それはそうなんです、うん、でもそこから期間が空いたのでやっぱりこうなんだろう、できない部分が増えたりとかもしてたので、うん、またチャレンジしていろいろ何かにこう生かせたらなって思います。までした。いやいや、これですよ。じゃあ行きます。せーの。番組をご覧の皆さん、おはようございます。吉田孝太郎です。ネオです。はい、カットします。はい、カットです。はい、行きます。せーの。番組をご覧の皆さん、こんにちは。吉田孝太郎です。ネオです。はい、カット。はい、テイク3。せーの。それではブルボン新テレビ CM をご覧ください。はい、カット。ありがとうございます。テイク4。せーの。それではブルボン新テレビ CM をご覧ください。はい、カットします。はい、ブルボンの CM は、前回に引き続きまたやらせていただきましてありがとうございます。何パターンも、いろんな、お芝居ができてすごく楽しかったです、はい、やりがいがありました。ネオちゃんとのことはきっと後で喋ると思うので、はい、ネオちゃんと共演できて、非常に幸せでございました。やだ、嬉しい。ありがとうございます。はい、もう本当にちっちゃい時から食べたブルボンさん の、 あのプチシリーズの CM に参加できてすごく幸せっていうのもあるんですけど、
すごいあの吉田さんに引っ張っていただいて、いえいえ何をしてます。すごく楽しかったです。ありがとうございます。どういたしまして。一緒にいるの魅力を教えていただければと吉田さんお願いします。はい。ですね、まず手軽に食べれる。うん。うん、それで、ちっちゃいのに、全部のシリーズがとっても美味しい。手軽に食べれて美味しいのでついつい食べ過ぎてしまう。それは魅力ですよね。魅力です。うん、それかなやっぱり。はい。確かに。どうですか。自分は結構その友達とお菓子をシェアすることが多いんですけど、やっぱこう一つの量にいっぱい入ってるっていうのがあったりとかするので、うん、シェアできたりとか一口でパクって食べるところが魅力かなと。やっぱそうだよね。あとパッケージが可愛いので、うん、あなるほどね、インスタ映えもできるっていう魅力があります。はいはい、確かに。じゃあ次ネオさんへの質問で、まあ、今回のテレビ出演で、まあ、歌手デビューをされるということになると思うんですけども、その気持ちだったり、また目標とかが可能でしたら教えていただけたら。わかりました。そうですね、デビューっていう実感がまだ全然なくて、さっきあのこういう風な動画撮るよ、こういう風な CM 撮るよっていう動画見せてもらった時に後ろで自分の音源が流れてたんですけど、すごく信じられないというか、そのずっとなんだろう、歌が苦手意識がすごく多くてできるかなって不安だったんですけど、すごく皆さんに支えられて素敵な音源もできましたし、こうなんだろう、早く皆さんに聞いていただきたいなっていう気持ちもありつつ、やっぱ目標で言うとやっぱ皆さんの前でしっかり披露できることが今の目標かなと思います。では吉田さんの質問なんですけど、あの吉田さんから見てネオさんはいかがでしょうか。じゃあもう本当に初めまして。初めましてです。初めてお目にかかるんですけども、いやさっき実はあの年齢を聞いてびっくりしまして、もう少し上だと思ってたのね。いくつだと思ってました。23歳じゃないかと。あら、本当ですか。おー、嬉しい。そしたら18歳っていう。そうなんです。まあ、高校生。はい。それちょっとびっくりしました。あら、大人っぽいですね。嬉しい、ありがとうございます。はい。下手したら孫の年でございますね。おー本当に。でもとっても楽しかった。もうなんだろう、パッと場がネオちゃんがいると明るくなって。いや、ネオじゃないですよ、うん、本当に。すごい、なんだろう、あのネオちゃんがいると、なんだろう、また前回のブルボンの CM と全然違った雰囲気になって、うん、楽しかったです。ありがとうございます、はい、で逆にあのネオさんから見た吉田さんは、なんでちょっと笑うのなんでちょっと笑ってるの。いや、そうですね、もう吉田さん知らない方本当にいないので、もうなんかお母さんにまず自慢したんですよ。ああそう、あの共演していただくんですみたいな感じで自慢してもらって、うん、まあもうめっちゃ拍手して、お母さんによろしくお伝えください。わかりました、伝えておきます。もうなんだろう、すごくやっぱりお会いするまでもかっこいいなと思ったんですけど、お会いしてからなんかもう本当にめっちゃかっこいいなというか。あそう、もう優しすぎて、でももうみんなスタッフさんメロメロだと思うんですけどもうなんかこんなにかっこいい方いるんだなって改めて思いました。あら、まあ、嬉しい、ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。では、まあ、あのテレビ CM になりまして、なんか最近チャレンジしていることだったり、チャレンジしようと思っていることっていうのをお伺いしたいです。あの吉田さんからお願いします。そうですね、この3、4年、乗馬にハマってまして、それで伊豆の乗馬クラブに通ってるんですけども、そこは山を一つ切り崩して、山2つだ、2つ切り崩してコースを作ってますね。山岳コースみたいな。そこで耐久レースを行っておりまして、ぜひその耐久レースに今度チャレンジしてみたいなと思ってます。かっけえ、はい、かっこいいよねかっこいい、もう言うことだもんね。かっこいいです。うわ、自分は、はい、そうですね、最近ダンスレッスンに通ってるんですけど、もともと12年ぐらいダンスやってるっていうのもあって。あ、すごいね、それは。そうなんです、うん、でもそこから期間が空いたので、やっぱりこうなんだろう、できない部分が増えたりとかもしてたので、うん、またチャレンジしていろいろ何かにこう生かせたらなって思います。素晴らしい。いえ、もう全然ですはい、じゃあカットします。